えーどうも、お疲れ様でございます。そっか、ジグの久保です。今回は、霊、幽霊についてね、お話しようと思います。今、ご覧いただいているのが、角田二郎さんの書かれた漫画、恐怖新聞というね、シリーズで、アニメ化、映画化もされたり、それからね、オマージュが出たりしてる作品なんですけども、これってのはね、あの、ある日ね、木がて霊というね、中学2年生の少年のところに、深夜に、 こうやって新聞が届くようになったんですよ。その新聞が恐怖新聞っていうやつで、なんとね、読むと100日寿命が縮まるということらしいんですよね。だから3日間で1年分命が縮まる。ね、怖いですね。でもその新聞には未来のこととか例のこととかそういったね不思議なことがね、書かれていて読まずにはいられないみたいな感じなんですよね。特に 私がこの漫画の読者になった時っていうのは小学校6年生ぐらいの歯医者で恐怖新聞っていうね本があったんで読んでいたのがスタートだったんですけどもいやそれからねすっかり虜になってねこういった手の本たくさん読むようになりました最初は漫画だったんですけどもそのうちにうんなんか文庫本とかねそれから解説書とかねどうやって例と更新するかみたいなまあそんな本を読んでいたわけなんですよで徐々にそういった本を読む時間も失われてきて 実質的な損得とか銭金とか仕事とか恋愛の自分の個人的な悩みを解決するものに終始するようになりました。でもこういった例の話をするときってね、どっちかっていうと自分個人のことじゃなくてみんなが良くなればいいのになとかね。こういった悪霊ってのはもともとはどんな人の怨念が悪になったのかなとかね。まあ、他者に対する興味ってのがすごくあったわけなんですよね。 さあそしてですね私たちは人生を生きる中でなんか個人的な楽しみとか喜びっていうものに取られることがありますでそうなると神とか仏とか霊の存在ってだいたい忘れるんですよねでも八方を手を尽くした後でどうしてもうまくいかせたいって時にはやっぱり神様仏様になってくるわけなんですよこの塩梅がね、まあ、人間の迷いでありちょっとこう愚かなところでね 滑稽なところなのかなと思います。さあ、今回は、霊能力とは何だろうかってことをね、改めてまとめてみようと思います。まあ、霊能力ってのは、霊とかね、霊魂霊の魂ですよね。まあ、こういったものとか、魂そのもの、精霊、それから生き量、こういったものの感覚、霊的な力を行使して、通常の人では成し得ないことを行う能力、超能力、もしくは霊能力、 単純に霊能って言われることもありますけどね。こういったものを指すのかなと思います。で、霊能力ってのは、大体どんなことが霊能力と言われてるのか、いくつかにまとめているんですけども、例えば一つ目、霊感っていうのがありますよね。新しいアパートに住むようになった時に、その部屋を見た瞬間に、うわ、ここはやばいなっていうふうに感じる人がいるんですよ。つまり、霊の存在を感じたり、 見たり、聞いたり、それから触れたり、五感を通じて、霊を感知する能力のある人です。これ一般的には、優れた能力と言ってもいいかもしれませんけども、でもね、怖い霊なんてのは、見える能力で怖がるよりも、見えなくって、まあ、平穏な生活を送っていった方がいいんじゃないかなっていう気はするんですけどね。それから霊視です。霊界の様子を見たり、 例の情報を読み取る能力ですよ、ね、うん。それから、高齢っていうのがあります。霊と交わるって書くんですけども、霊とコミュニケーションを取る能力ですよね。いた子さんなんてのは、あの世から、なんかね、お亡くなりになった人を、こう、高齢術で呼び覚まして、まるで生きてるかのように対話をしてくれるっていうね。まあ、そんなサービスがあります。これ、岩手県でしたっけね。最近はなんか聞かなくなりましたけども。それから、除霊です。悪い霊が、 ついてるから、除霊。つまり、霊を追っ払ってあげますよ。清めてあげますよ。っていう風なね。まあ、そんな能力だと思いますけども、除霊ですね。それから、治療。霊的な力を使って病気を治す能力です。これもたまにありますよね。なんか、癌になった人を、霊の力で、その癌を消してしまったみたいなね。まあ、そんな人が出てきたことがあります。私もね、そういったね、テレビの特番とかを見てね、ワクワクしたもんです。で、 この霊能力の存在については科学的に証明されたことはないんですよ。そのために霊能力を信じるかどうかは個人の自由ということになっています。で、たまにね、霊能力者って方がいます。霊能力者と呼ばれている人っていうのは様々な方法で霊能力を身につけているというふうに言われています。主には事象なんですけどもね、自分でそういうふうに言うんですけどね。例えば、生まれつきに霊能力を持っているよって人がいます。 生まれつき霊感を持っている人もいれば、幼い頃に霊体験をして、それがきっかけに霊能力が開花したっていう人がいるんですよ。それからね、修行によって霊能力を身につける人がいます。修行方法っていうのは座禅とか瞑想とかね、呼吸法などがあるんですけども、まあそういった秘密な方法を用いてね、誰かに弟子入りするのかなんかわかりませんけども、霊能力を身につけたりとかするってことありますね。まあそういう人がこういうふうな ここに出てくる人がいますね。これが霊能力を持った人じゃないですか。で、これがなんか霊なんですよね。うん。しかし、この霊能力を持った人も、霊能力の力ってものがありますんで、ある程度の悪霊は、なんとか制御できるんですけども、あまりにも強い悪霊は、私には無理ですよ。とかね。私も悪霊と戦って、君のために命を危険にさらしたくはないですよ。っていうのね。まあそういった部分もありますね。はい。そして、 霊媒を通じて霊能力を身につけるっていう方法もあるそうです。霊媒と呼ばれる人と交流することで霊能力を身につけていくってことなんですけども、これがだから得の高いあの霊媒師さん、霊能力者さんに弟子入りして、その人の霊能力の一部を授かるって感じですかね。で、この霊能力の危険性ってのは、やっぱ悪霊に操られたり、霊障って言ってね、あの、霊のこう傷を 後遺症として宿したりしてしまうっていう危険性があるとされてるんですよ。また、霊能力者の中には悪用する人もいるんで、霊能力という風な、まあ、マーケットに関わる際には注意が必要ですね。霊能力のすごく顕著な形として、まあ、占いとかね、あると思います。雑誌の占いのページってあるでしょ。やっぱあれも、言ってみれば霊能力者とか占い師さんが、ああいうページを書いてくださってるんですよね。 で、読者さんの悩みに答えてくれていると。まあ一番安価で危険なく楽しめる。まあそんなコーナーじゃないかなと思います。まずはね、そういったところから興味を持って、まるで天気予報を見るようにね、あ今日は運がいいな、悪いな、ぐらいのところから始めてみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ今回はね、例についてお話ししてみましたけども、なんかこう、懐かしいですね。うん、なんかこう、幼い頃、自分の家の中の子供部屋から、 一人で夜中起き出してトイレに行くまでの間に幽霊が出るんじゃないかなっていうふうにね怖くなった覚えがあると思いますけどもお昼はねそんなこと全然思わないですけどもやっぱりこう闇っていうね視覚に頼れない部分にはそういった瞬間にはその聴覚とかね肌の感覚とかその辺がちょっと敏感になって普段感じれないものを感じてしまうまあそれが霊を感じる っていう、まあ、現象とかね、迷信とかね、そういったことの始まりなのかもしれませんね。はい。それでは今回は以上です。